月に寄り添う乙女の作法 2.1 エスパル発売日まであと8日。本日の宣伝担当は仲良しメイドチームです。どうもド M です。ド M の M はメイドの M です。よろしくお願いします。ところで仲良しメイドチームの名に違和感があるのですが。そんな寂しいことをおっしゃらないでください。私たちは同級生ではありませんか。いえ、仲良くしたくないとかそういうことではなくてですね、私彼女と会話らしい会話をしたこと一度もなくてですね。え、本当ですか。マジです。縫製の仕方を教わったり、なんだかんだと事務会話を交わしたりはあるんですけど、雑談って言えるものになるとあまり。ほら、彼女日本語をまだまだお勉強中なので、私の使う言葉とか意味のわからないものもあるんじゃないかなとか。そういえば今まであまり触れたことがありませんでしたけれど、カトリーヌさんの日本語習熟度ってどの程度なのですか。聞き取りはできているつもります。私たちと会話していてわからない単語は結構ありますか。わからない単語だらけます。マジで。わかる単語だけを拾ってです。会話の内容はなんとなく予想するんです。わからないときは黙って聞いてです。そうだったのですか。カトリーヌさんの苦労も知らず、自分の言いたいことばかりを喋ってごめんなさい。いえ大丈夫マス。加わりにくそうな話題で話を振られたくない時でも黙っていれば許されるので、それはそれで助かりです。普通の会話でもわからない単語が多いなら、私の言ってることなんてほとんどわかりませんよね。ド M とか。それはわかりです。うそん。私たちの考えている意味とは異なる別の単語と勘違いしているのでは。いえわかりです。いじめられるのが好きな人のことます。ムチとかロウソクとかよく聞こえるので、そういう時は黙ってです。私にそういう趣味はありません。なんかごめんなさい。やっぱり年上の女性だけのことはありますね。皆さん、わかります。